はい、ということで、今日からですね、愛のメロデー、メロデーじゃねえや、愛のメドレーを歌っていただきましょう。シンヒーロー、拍手。
ということでですね。はい、何が愛なのかよく分からないんですけども、はい、ちょっとこれを今日はこういう形で歌わせていただいておりますが、次はねちょっとね愛のメロディーを奏でようかなと思うんですけど、ちょっとだけ準備させてくださいね。結構ね僕ももうね年が年なんでちょっと疲れてくるのでね、ちょっと座らせてください。まさかのね。でね、まあ、ちょっと前の方でこう見てる人は分かるんですけど、ちょっとねちょっとこういうのはやっぱ欲しいかなっていうところでね、ごめんなさいね。はい、ごめんなさいね。はい、そしてね、おけがもうちょっとねフットに帰ってくると嬉しいな。はい、ということですね。ごめんなさいね、僕歌詞を覚えるのすごく苦手なんですけど、あのね、いつも忘れちゃうんですけど、実は前この曲をですね、次やる曲なんですけども、ここで一回だけ歌ったことがあるんですけども、その時は結構大失敗をしまして、まあ、何が起こったかというと、その時ですね、実は、まあ、その時生演奏でピアノを弾いてもらって、僕が歌ったんですけど、まあ、リハーサルでね、まあ、いつも通り歌詞をコピーしてここに置くわけですよ。そしたらですね、歌詞が遠かったっていうのが一つと、もう一つ照明の具合で全く見えなくなっちゃったっていうね、そういうのがあったので、今日はねちょっと近めに歌詞を持ってきてるのでごめんなさいね、ちょっと見ながらで申し訳ないんですけども、ちょっとせっかくなので愛の歌を、愛の歌っていうかちょっと寂しい歌なんですけど歌おうかなと思います。ちょっとね一瞬流れたのでバレちゃいましたけど。はい、ということで、もう一曲だけちょっと歌わせてください。では聴いてください、しるし。Oh,
ありがとうございました。